すごい雪だな。ロイド。誰かに呼ばれたような。外に出てみるか。誰もいるわけないか。ロイド。ずっと知ってたのか。俺があんたの息子だって。お前の家でアンナの墓を見つけた時から気づいていた。母さんはどうして死んだんだ。あんたは知ってるんだろう。アンナはプレセアと同じクルシスの軌跡を体内で作る研究、エンジェルス計画に利用されていた。ミトスの無機生命体による千年王国の構想を知った私は、あれと対立し、地上に降りてアンナと出会った。母さんがプレセアと同じ実験体。アンナと出会って私はミトスのやり方を黙認することが世界統合の早道だという考えが間違いだと気づいた。私は人の身でエターナルソードを使える術を模索した。世界を統合するため。そうだ。しかし私もアンナもクルシスから追われていた。世界を転々としてやがて生まれたお前を育ててきたが、とうとうクバルに見つかってしまった。そこで母さんは化け物にされたんだな。エクスフィアを剥がされたのだ。要の門がなかったアンナは体内のマナが暴走し怪物と化した。あれがお前を食い殺そうとしたところをノイシュがかばい、あれも一時的に正気に帰った。ノイシュが助けてくれたのか。ノイシュが怪物に敏感になったのはおそらくその時からだろう。ノイシュは怪我を負い、アンナもまた傷ついた体で自分を殺すように懇願した。もういい。アンナが再び暴走してお前を狙った。もういい。私はアンナを殺した。もういいって言ってるだろ。その後クバルが襲ってきて、お前とノイシュはエクスフィアごと崖から滑り落ちた。クバルたちを退けて崖を降りたが、残っていたのは怪物に食い散らかされたディザイアンの死骸だけだった。もう生きてはいまいと、そう思った。それであんたはまたクルシスに戻ったのか。私はオリジンの封印そのもの。殺せば封印が解ける以上、ユグドラシルも私を放置できなかったのだろう。あんたはそれでよかったのか。ミトスのやり方に反発したのに。何もかも虚しくなった。ミトスはマーテルさえ復活すれば世界を統合すると言っていた。千年王国計画はともかく、大地が元に戻るのならもうそれでいいと思ったのだ。お前に出会うまでは。俺？お前はミトスに似ている。ミトスもお前のように世界を救おうと必死だった。諦めなかった。虐げられても前を向いていた。マーテルを殺されるまでは。勇者って呼ばれてたんだよな、あいつ。そうだ。しかしお前とミトスでは決定的に違うことがある。種族の差？いや違う。ロイド、お前は自分が間違える生き物だと知っている。
いや、間違いを犯してもそれを認めることができる。それは勇気だ。ミトスも私もそれができなかった。間違いを認める勇気。我々は誤った道を正せなかった。過ちは正せないと諦めた。お前は諦めなかった。だったらあんたはもう気づいてるんだろ。間違いは正せるんだ。今からでもいい。あんたの命を犠牲にしなくてもオリジンを解放できる方法を探して一緒に。私にはまだやるべきことがある。お前にそれを託すまでは私はお前と共に戦うことはできない。やるべきことって？エターナルソード、それをお前に託すまではお前も死ぬな。クラトス、どこへ？イグドラシルをこのまま放置するな。奴はいくらでも命を犠牲にできる。コレットを奪われる前にイグドラシルを、ミトスを止めてくれ。ああ、止めてやる。ベルスカーラーンに乗り込んであいつを止めてやるさ。